ハローまさきでーす。今日はですね、サンディエゴに住んでいるけいこさんにお越しいただいてます。けいこさん、よろしくお願いします。子供の言語をどうしてるのかということについてちょっと話を伺ってみたいと思います。今3歳と、8ヶ月の、お子さんがいらっしゃるということなんですけれど、3歳のお子さんはもう少しずつ多分話せるようになってきているんですかね。もう基本的にはもう英語でコミュニケーションですか？ほぼ英語です。じゃあ逆にその日本語がこう話せなくなるというケース、日本語の方が聞きづらそうとかそういうのですか？分かんない言葉がやっぱいっぱいあるみたいで、分かんなかったら英語にして両方言ってあげるっていう。じゃあ英語にしたらなんか理解ができるという。できてますね、なんかね。まあでももうね、その英語圏で生活してね、もう基本的に周りの人が海外の人であったらそうですよね。日本の見せてますけど、やっぱりなんか頑張ってるみたいで、はい、私と喋りたいから、はい、ちょっと頑張ってみようとするんだけど、やっぱ途中で飽きて、まあまあやっぱり英語がいいって言って、はい、なんかこう恵子さんの中でまあね、もう英語圏に住んでるのでね、基本的には英語のあれですだと思うんですけど、例えばお子さんが日本に戻ったりしたいって言った時に、うわ、なんか日本語がこう全然話せてなくて、なんかちょっとどうしようとかっていう、そういうプレッシャーとかっていうのはないんですか？ありますよ。だって近いうちに日本の実家に送ろうかなってちょっと思ってます。あ、なるほど。3ヶ月ぐらい夏休みっていう感じで、はい、そしたらなんかいい経験になるかも。なるほど。一応やっぱそういうことも考えていますね。やっぱり会話したいですね、もっと深く。あ、なるほど。それは日本語で、日本語でやっぱり話したいっていうのは私もあるし、うちの親、家族とかもほとんど英語喋れないんで。ああ、そうですよね。恵子さん側のはみんなそうですもんね、日本人ですからね。喋れない。だからやっぱりそこで話してほしいなと思います。あ、どっかのタイミングで帰国して日本に帰ってきた時はもう日本語ですもんね、もうこっちは全部ね。そうですね。そうなった時にそのね、お子さんがみんな、なんて喋ってるのか分からへんってなったりしたらね、やっぱりね、せっかくハーフだからバイリンガルって思いますね、私は。なるほどね。両方話せたらいいなと思いますね。今そういうコミュニティを作られていて、恵子さん自身が基本的にコミュニティはみんな日本人のコミュニティなんですか？そうですね、ほとんど日本人。今6人コミュニティ7人になってるんですけど、はい、まあ、お客さんはあの海外の人も多くて、はい、一応両方でお伝えしてるんですけど、もう話す、みんな私の友達もほとんど日本人なんで、じゃあやっぱり遊ぶ友達っていうのは、ね、そういう場所に例えば子供たちがいると、あ、なんとなく日本語喋ってんねやみたいな風になんか聞いてる感じなんですかね？あ、全然なってますね。ちょっとは喋ります。かっこいいとか、なんか僕らからすると、その英語を喋れるっていうのはすごい羨ましいことやなって思うので、だから例えばそのね、移住とか子育てをその海外でってなった時に、あ、まずこう英語をちゃんと話してくれるのかなっていう、こっちの方が逆になんかこう大丈夫かなって思うんですけど、もうそっちはもう逆に英語なんてもう簡単にどんどん上達していくような感じですかね？いや、そうですね。やっぱり私でこっち来てすぐ覚えたんで、やっぱり現地の人やっぱりいっぱい喋ると覚えるの早いですね。だ、逆にその日本語の心配をする方があるってことですよね。そう、だからやっぱりその私自身もこうアメリカ来るときに英語の不安があったように、はい、日本に行ったら同じだから、そう、ちょっとそこをね、早いうちからっていうか小さいうちからやってたら、なんかそういう日本語を学んだりするような子供たちが、そういうところもやっぱあったりするんですか、サンディエゴに？ありますね。サンディエゴは日本学校3、4校あるんですよね。あ、そうなんですね。幼稚園。あ、じゃあ意図的にそういうところに入れているその日本人の方々もいらっしゃるという？います。でも本当日本の形の保育園、幼稚園の教え方やってます、ね。あ、そうか。じゃあもうそこは何々ちゃんみたいな感じなんですかね？なるほどね。そっかそっか、なるほど、わかりました。いや、ありがとうございます。
今日はですね、サンディエゴに住んでいるケイコさんにお越しいただいて、子どもの言語について話を伺いました。ケイコさん、ありがとうございました。そしてご覧の皆さんも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンいただけたら嬉しいなと思います。また地球子育てではインスタグラムやツイッターもやってますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいなというふうに思っています。もしこんなこと聞きたいなとか、あんなこと聞きたいなということがあれば、どんどんコメントいただけたら、それについて答えていただけるかなと思いますので、気軽にコメントいただけたらと思います。ということで本日これで終了いたします。皆さんありがとうございました。